恐縮なんですが、はい、あの先ほどから、まあ、都構想をしっかり報じてほしいと、ことはありましたが、私も個人的には非常に都構想もそうですし、 都市制度全般考えることは非常に重要だと思ってまして、今その府庁クラブの染谷記者ともあの相談しながら、あの いくつか企画を温めているところなんですけれども、はい、残念ながらその去年の9月の29日から大阪維新の会の代表としての取材は応じていただけないという状況になっておりまして、で具体的には現場でどうなっているかというと、大阪維新の会の全体会議にもから締め出されてですね、中での発言やらその後の囲みとかも聞けない状態が続いています。であの市長がその橋本代表がその広告問題についていろいろご意見をお持ちだというのは分かってますし、それはあの囲み等でおっしゃったことは一言一句全部の会社の方には伝えています。であの会社の方と、まあ、喧嘩していただくとか、まあまあ、場合によっては裁判を起こしていただくとか、ツイッターで何か書いていただくとか、それは全然私はあのご自由にと思うんですけれども、もう去年の9月から今日でちょうど100日になるんですけれども、あの取材現場とは切り離してあのいただきたいというのは改めてちょっと一言、まあ、ここであのあの代表も組織を背負っていらっしゃるでしょうから、はい、分かりましたと言えないでしょうけれども、ぜひご検討いただきたいというのを一言、まあ、それはあの載せてくれるという話になればそれは別なんでね。だからちゃんと記事にこういう企画でこういうふうに載せますよって話になったら取材を受けますけど、ね、そういったのもそうですけれども、日々その、まあ、これまで去年はあの、まあ、市長知事としてのまあ行政として制度設計するというフェーズだったかと思うんですけれども、これからその大阪維新の会の代表としての考え方も随時あのお聞きをしたい場面が出てくると思うんですけど、ね、いやそれやっぱり載せてくれるという前提にない限りは、あそこの朝日新聞の社屋の中であったじゃあ会議のあの議事録を全部ツイッターで載せてみましょうかね、梶谷さんがなんかの編集、あれ知ってますか、社内で出回ってるんですかね。あのそれはその話はちょっと私の領分でありませんので、いやだからそこを知ってからじゃないと、 あんな議事録ぐらいメディアも誰も入手してないんですかね、こんだけ取材力豊富なね。だからああいうものをじゃあオープンにして、これがあの朝日の中で議論されていることです。もちろん賛成意見反対意見があって、広告部隊の方はやっぱりあれはルール逸脱だってなったのが、梶谷編集なんとか長っていうのがもう強引に押し通してね、広告載せるなって話になった時に、広告部隊はみんなこんなことで広告あの掲載してなかったら他のことと比較されてこれは言い訳立ちませんよって、まさにそういう状態に陥ってるわけです。僕が案の定というか他の広告と比較して、これなんで維新だけ掲載 見送ったんだって言ったら理由がないっていうのはもう朝日も分かってるわけでね。でも結局もうこの件について触れるとまた突っ込まれるから、もうこの件については触れないでおこうで最後の議事録終わってしまってるんでね。だからそういう態度だったらそれはそれでもう仕方ないんじゃないですかね。ただこっちもメリットを考えて、いやちゃんとこういうこれぐらいの記事に載せますよってことを前提の個別取材とか取材だったらそれは応じます。だからもう普通の雑誌媒体とか媒体として考えてね。ただ日々のやつとかそれはちょっと無理ですわ。やっぱりそこの問題がクリアしないとね。また切り離していただきたいというのも一言あるためです。まあそれはまた社長にから申し入れがあれば考えます。